は東北電子専門学校に通っているインターン生の伊藤博樹です今回は前回の続き残りの学科システムエンジニア科ネットワークセキュリティ科 IT テクノロジー科高度 IT エンジニア科の4つの学科について紹介したいと思いますシステムエンジニア科について最前線の情報システム設計開発を担う にになることを目標に学びます AI やビッグデータ IoT など新しいテクノロジーによって情報システム開発はどんどん大規模で複雑になっていきますこの学科では3年間情報処理の基本となるプログラミング技術システム設計データ運用管理データベース構築ネットワークセキュリティの3つの柱を中心に学びます 目指せる職業としてはシステムエンジニアデータベースエンジニアシステム運用管理エンジニアなどがあります詳しくは記事の方に URL を貼っておくので見てくださいでは次にネットワークセキュリティ化についてコンピューターやインターネットは今やオフィスだけにとどまらず一般家庭にも 必要不可欠なな存在となっていますそれと同時にセキュリティの問題が重要視されていますこの学科ではネットワークサーバー仮想化環境などの構築セキュリティ設定などあらゆる場面に応じたトータルセキュリティの高いスキルを身につけるために学びます目指せる職,職業としてはネットワークエンジニアサーバーエンジニア セキュリティエンジニア、フィールドエンジニアなどがあります。詳しくはこちらも記事の URL を貼っておくので見てください。では次に AI テクノロジーエンジニア化について説明します。人が考えて行うことを機械にさせる技術が AI 技術です。この技術は自動車の完全自動や自動運転やロボット制御だけでなく、 商品販売サイトのおすすめ作成やカメラでの顔認証など身近な分野でもどんどん利用されていますこの技術あ今、今最も注目されている技術の一つでありゲーム医療流通小売、エネルギーなどさまざまな分野で求められる AI 技術を活用できる人材を目指し学びます 目指せる職業としては AI エンジニア、組み込みシステム開発技術者、メカトロニクス技術者、電子回路技術者などがあります詳しくはこちらも記事の方に URL を貼っておくので見てくださいでは最後に高度 IT エンジニア化について大学では学べないワンランク上のデータベース技術や ソフトウェア技術を習得し各種資格試験にも幅広くチャレンジできます優れた実務能力と分析力総合力を備えた高度 IT 技術者育成のカリキュラムを導入し卒業時には学習と同等の高度専門士の称号が取得していきます充実した学習実習で就職 習得し企業の即戦力となるシステムエンジニアを目指し学びますこちらで目指せる職業としてはテクニカルエンジニアシステムエンジニアデータベースエンジニアセキュリティエンジニアなどがありますこちらも詳しくは記事に書いておりますでは、えー、次回はこれで、えー、ITAI 分野の、えー、学科紹介を終わります 次回は、えー、クリエイティブ分野の学科を紹介したいと思います。この動画が気に入ったら、えー、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では。